から綺麗なんだよ。ほら見て、選択肢だから綺麗なんだよ。桂も素晴らしかったんですよ。すべてが完璧でした。これどうやってしまうの？そして8回、今日はもう平田の日だったと言ってもいいかもしれません。ピースの落ちないフォークを最後はレフトスタンドへ。勝ち越しのソロホームランで3対2、ドラゴンズが1点をリードします。そして9回、今日は津田恒美さんの命日でもある7月20日、その背番号14を受け継いで大瀬良がマウンドに上がりました。大瀬良も3塁、2塁、1塁と全ての塁を埋めるピンチを背負いましたが、今日のヒーロー平田に対して最後は渾身のストレート、まさに背番号14という投球を見せてもらいました。追加点も許さず3対2で9回の裏のカープの攻撃、なんとかしようというところではあったんですが、セカンドランナー赤松まで出ましたが、最後は一歩及ばず、福谷の前に得点をするということはできませんでした。最後は3対2、ドラゴンズが